55号では内角壁に桁を3個取り付け、さらに緩手後半を組み立てます。今回付属するパーツです。最初に内角壁に桁を取り付けます。013、014と刻印されている2種類の桁がありますので、間違えないようにしてください。まず013と刻印されている桁を今までの桁と間を空けずに取り付けます。その横に014と刻印されている桁を取り付けます。剪定部の桁同士の隙間が開かないように調整してください。次に反対側にも014と刻印されている桁を取り付けます。次に後半裏側に取り付けたモーターユニットに固定枠をかぶせ、ネジ2本で固定します。次に各配線ケーブルをフロート格納灯に結束バンドで固定します。次に前後までに組み立てた鋼板に緩手の鋼板を接合し、プレートをはめ込み、付属のネジ12本で固定します。この時先にどちらでも構いませんが、片方にプレートを仮止めしてから作業すると楽にできます。次にパーツ08と09を接着し、緩手鋼板に取り付けます。パーツ08の突起と09の溝の形をよく確認してはめ込んでください。これで55号の作業は終了です。